Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. It's my pleasure that I can talk about the cross point North west Asia in this footage, and I'll show you my theory, Hiroshi hayashi's line theory, and with which I can show you the way to Mount Kilimanjaro. and also this is a kind of additional video to video number thousand and four in Japanese 北西クロスポイント北西アジアについて追記しておきます。ここがギザですね。1004号と内容的に同じになるところがありますけども、どうかお許してください。これはほ南極とギザをつないだ線です。そして黄色い線が正確に120.00で引いた線ですね。でこの線がですね、あのまああ バックオークですね。それから、ごめんなさい、隠衆通って、それからクロスポイントチャイナっていきます。で、これがあのモヘンジだろうと北極をつないだ線です。この交点に何かがあるはずだということで、まあ、もうずいぶん前ですけども調べて、ここにまあクロスポイントを発見したわけであります。で、この丸のところをですね、注意していただきたいのは、ブルーの線はですね、これはあのモヘンジだろうとブライス・インタグリスをつないだ線です。あの、それはあの、 別のところでしょあの。また別の意味を説明いたしました。で、ここにあるんですけども、あのこれをずっと拡大して、まあ、100、1 0 4号とあの内容的にはこの辺は同じですけど、ごめんなさいね。で、ここにそのクロスポイント、ーノースフェスタ・エイジャーがあるんですけども、ここにですね、奇妙な円形サークルが2つあって、一つは、左下のがあの山です。そして、ここにあるんですけども、あの古い線なんですね。もう 雑草に隠れているというか、写真で見ますと、もう木なんかで木でか草なんかであ,か、ね、多いあの隠れているんですね。ですから少し見にくいんですけども、ここに線があるの、4, 4本の線があの皆さんお分かりですかこの線が重要なんですね。で、モヘンジュダロから最初に線を引いていますけども、モヘンジュダロの山の、あまあ、いわゆる廃墟の,の塔の中心からですね、今のクロスポイントに線を引いています。下から来ました。で、これがモヘンジュダロから引いてきた線ですけども、 えー、中心に向かって引きますと、こち左の方にずれるんですね。でこれはなぜそんなそんな,風になるのかなと思ってたんですけども、まあとでその説明いたしますが、あのちょっとあの方向は合ってるんですけども、ずれるんですよね。今度はバッ罰クスです。頓、え、鉱、ー、のバッ罰クスですね。で、ここから線引いてみますとで、ここで気がついたんですけど、この線もやはりずれるんですね、中心に向かって引きますと。中心に向かってはないんですね。いやいや下へ来てるわけです。 でこの黄色い線は今言いました真顔から引い,て引いてきた線ですけども、あの中心よりやや下へ来てますね。今度は北極から引いてみます。あの北極から引いてもやはりずれるんですよね。あの中心へとは線が集まらないんです。ちょうどこのなんて言いますかね、囲む中心部を囲むように線がずれていくんですよね。でこれはなぜこんな風になるのかなって考えて思い当たることがいくつかありました。でもう一つ今度はギザ,からもギザからの線も引いてみます。 ビザのナンバー2のピラミッドですね。そこからあの今のクロスポイントに線を引いてみますと、これ,がこれも、この線もやはりずれるんですね。よく中深くご覧ください。薄い線がありますね。その線を見つけるの上に重なることは間違いないんですけども、ここにずれていくわけですで。ちょうど真ん中で四角ができるんですね。じゃあなぜこんなことが起きるかですけども、まあ、人間なら多分中心部分から取っていくんですけども、 そして先ほどの,その一番初めに引きましたモヘンジュダルの線もやや左にずれてますね。ですからそれを元に戻しますね。そうしますと、 あの、こういう形で線、あの、真ん中に、えー、まあ、平行四辺形というかひ、ひし形が浮かんでくるわけです。すなわち、これがですね、まあ、おそらくエイリアンの思考回路、あるいは癖なのかもしれません。もう一度簡単に説明しますと、人間というのはですね、どっか方向一点からですよ、いくつかの方向を示すときは、中心部から四方八方へと線を引く。 傾向がありますね私たちはそうしますし、日本人だけなのかもしれませんがね、こういうふうにこうあちこちの方向を示すということをするわけです。ところがエイリアンはちょっと変わった思考回路を持っているんですね。こうしてまああのー 一つの,あのポイントを決めましたら、その隅からあの引いていくんですよね。隅から方向を決めていくというのがエイリアン方式なななんになということになるわけです。例えば、これはあのギザーのピラミッドですけども、ギザーのピラミッドとスフィンクスの関係を見てください。スフィンクスはあの、本来ならスフィンクスというのはギザーのピラミッドの真ん,まん真ん中に置いてもいいはずなんですけど、ずれてますよね。それからティオティ和ンの太陽の塔もそうなんですね。 あの月の塔よりも太陽の塔のが立派,あの立派で大きいわけです。メインなんですけども、太陽の塔の方がずれて、あのいわゆる、なって言いますか、あのに人間の考え、発想とちょっと違うわけです。それからこれがあナスカの平原に、あの潮波っぽい伸びてる滑走路があるんですけども、こうして繋いでみても一点に集まらないんですよね。これがあのエイリアの思考回路の、まあ、癖というか特徴なんですよね。これ、この方式をやはり知っておく必要があいんじゃないかと思うんです。さあ、もう一本、ルンビニから引いてみます。ルンビニの線は非常にはっきりしてるんですよね。 あのこれはせあの石柱があったことで、ここで、えー、シャカが生まれ育った、ブタが生まれ育ったということが分かったわけです。で、これ左下から引いていたのは、これはルンビニから引いてきた線ですけども、これはあのきれいに中心部を通っていくということになっているんですね。要する,要するにこの、えー クロスポイントはですね、いく,あのいくつかの,その重要な拠点を示すあ、いわゆる道しるべであったということなんですね。じゃあ、この線はどこ行くかということなんです。まあ、一番重要でメインな線がここに1本あるんですね。で、引き四角を測ってみますと、一応221.03。まあ、多少のエラーは仕方ないですね。まあ、一応測ってみて、その方向に何があるかということをずっと調べていきましたら、あの 極めてこれにそれにふさわしい重要な拠点であることには違いないわけです。もうヘンジュだろうね。ギザ、それからマガオに指摘するそれ、あるいはそれ以上に重要な拠点だということになるわけです。そっち調べて分かったのがキリマンジャロなんですね。ここに、えー、アフリカでも最高峰のキリマンジャロがあります。その先ずっとまっいきますと、フェルニク・パンいきますけども、あのフェルニク・パンの規模はあのギ,ザギザとは比較にならないほどで、まあ まあ、マイナーの方にあるわけですね。採掘場であったかもしれませんけども、これキリマンジャロなんですけど、このキリマンジャロは、いやまあまあ、皆さんご存知かもしれませんけども、頂上がこんなに平らになっているんですね。これは写真の方です。これほど平らな、まあ、 あまあ、火山ですよ、これ。火山も珍しいんじゃないかと思うんです。で高さは5895メートル。えー、あの単独の山としては世界最高峰なんですよね。えー、そういう山なんです。で、これこ,この平らなところはまた気になるんですけどね、どうして平らなんでしょうもう言わ,言わずもがなで、もう皆さんは私の言いたいことお分かりかと思いますけども、ね、こういう平らなものを作って何が上に乗ったかということですよね。おそらく巨大な UFO が乗ったんでしょうね。で、私の結論はこういうことなんです。 まずこの,あこの黄色い線、見てください。この黄色い線はキルマンジャロから今度は逆に引いてきた線なんですね。それはまっすぐとこのクロスポイントを横切っていきます。 3回やってますね。もう一度やってます。この黄色い線、注意深く見てください。これで、まあ、あのなってますか、このクロスポイントの,この縦線、最も重要な線は、キリマンジャロを指し示しているということが分かったわけです。まあ、キリマンジャロには何かがあるということですよね、まあ。それは今は分かりませんけども、キリマンジャロには何かがあるということは、これ、まあ、必要十分条件の必要条件をこれであの手に入れたわけです。でもう一回念のために、あのキリマンジャロから今度はナスカに線を引いてみます。これはナスカに引いた線ですけども、 こうエラーが出るんですけどね、あのーこまあ、否定主義者の方はこんなエラーでも許してくれませんので、まあ、これは私はまあ,、ねまあ、あえてと言いますか、参考的な線として、まああのー ここに皆さんにお見せしておきます。まあ、こ,れこの線がキリマンジャロを示すかどうかということは、なぜかというと、ですねこのすぐ上に、あれの裏ウ雲ウ山を示すカソログが並んでいるんです。ですから、その一角にキリマンジャロを示す線があるんですね。だから何かの関係があるというふうに私は考えています。ということで、ナスカにはあるんですけど、こういうふうにナスカは。 い,まあいろんな、ね、あの線がありますが、これはあのそれぞれの拠点行く線をあの方向を示しています。正確に示しますね。遠いと昔、えー、エイリアンたちのハブ,ハブ空港であったあテオジワ館からですね、まず北極ルート、まあ、北極ルートは後,後期にはみんなあの、特に紀元後に入りますとみんなあの北極ルートを経由しますね。それで一度北極まで登って、そこから今度はそれぞれの拠点へ。あのまあ この北極から見れば降りていくということが、あのどちらが上下はないんですけどもねあの、降りていくわけです。そしてこれがクロスポイントウェストアジア、サウ,スア,ジアウエスアジアですけども、ノースウェストですけどもあの、南北が逆さまになってますから気をつけてくださいね。で、ここが先ほどから紹介しています、えー、クロスポイントノースウェストアジアです。そしてここにあるわけですけども、ここまで来てエイリアンたちは、 ここから先、また枝分かれしていくわけですね。で、このクロスポイントを見ながら、えー、こっちへ行けば、もうンジだろうだぞとこっちへ行けば、ルンビニだぞ、と。こっちへ行けば、マガオだぞ、と。こっちへ行けば、ギザだぞ、と。ギザだぞ、とね。で、まあ、北極の方向も下行けば、北極ということになるわけですね。そして、この線を行けば、キリマンジャロ行くよと。そういうことなんです。ということで、まあ、あのクロスポイントを Uh, no uh, Thank you very much for watching, and see you next time. Bye! Hello, this is the Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. Today, I would like to explain a bit about Hiroshi Hayashi's line theory and the difference between uh, ley lines and uh, Hiroshi Hayashi's line theory in Japanese. 林まあ、ライン理論いて言いますと、レイラインと皆さんよく混同なさるんですね。レイラインといわゆる私が説いているライン理論とは全く異質のものです。それを今日は説明したいと思います。まあ、レイラインというのは意味がないんだと、ただ単なる偶然なんだと、点があれば必ず線ができるんだというのがレイラインなんですね。 でまずここがギザです。そしてイースター島へ線をでですね線で結んでいます。その新直線下にナスカがあります。これは私が発見したことではありません。で私がまず最初にあの驚いたのは、ですねこのイースター島と、えー、ギザのピラミッドを45度の角度から見た形が大変よく似てるってことなんですね。えー まさに直角二等辺三角形に近いわけです。さらに、その直線間にあるナスカにはですね、一本の奇妙な、まあ、両方が出口になっている滑走路があるんです。で、一方はギザを向き、当然一方はイーサートを向いています。で、今度は、クロスポイントウェストについて説明いたします。えー、ここがナスカですね。そしてギザです。そして、これらを線でつなぎます。そして、南極と、 まあその赤道との交点、まあ、その 3, 3, 3本の線の交点を、これウェストポールとは私は呼んでますけども、ウェストポールがあります。そして赤い線がティオティワ間へと結んだ線です。その間の角度が120.00なんですね。で、今度はそのモーリア島へ行きま,しょう行きます。で、ギザから今度はずっと同じ線を伸ばしていきます。プレアビヒア行きますね。で、このモヘンジュダローがその途中にあるんですけども、この島からですね、 えー、ここから、モヘンジョダロからイースター島に線を引いてみます。この赤い線がモヘンジョダロとイースター島をつないだ線なんですけども、その途中にナンマドール、ガム、それからあー、モリア島、大地のモリア島があるんですよね。あります。そしてこのモリア島からテオティワカン、それからモリア島からハワイ、 えー、マウナイケ,ケア火山を通っていきますとギザイクその間の角度が606060 60 60になるんですでありますそして、えー、テューティワカンから線を引きますと90度の直角で交わってくるということなんですそして今度は大地からオーストラリアに線を引いてみますでカタツジュータここに線を引きますこのカタツジュータっていうのはあの 侵食でまろやかになったというよりも、焼けただれて丸くなったという山なんですね。昔からアボリジニの間ではですね、ここから石を持って帰ってはいけないと、死んでしまうというような一切があります。そしてマウントコーナーとウルルと、それでカタツジュータは一直線に並んでいます。カタツジュータの方からあの見ますとウルルが、 まあ途中にあってその向こうにマウントコーナーがあるわけですねそしてこの線がまっすぐとモーリア島大使の隣の島ですけどもへ、えー、とつながっていきますそしてこの線を見てくださいこのウルルの岩山はですねまっすぐとモーリア島の方を向いてるということがわかりますそしてこれはあの自然に侵食であの現れたという山よりも明らかに爆発痕がありますね いわゆるドスンとうしたという感じです。そしてカタツジュータとウルルの間の距離は 28.53km です。そして今度はウルルとマウントコナーの関係を見てみますと、その間の距離は 88.45km なんですね。このマウントコナーの岩山も 1, 1, 1個の岩なんですね。世界でも最大級の岩山だと言われています。そしてこの距離。 をその比で出していますと1対3という数字が出てくるんですね。まあ、形状での手の取り方をあの少し変えますと1対3、正確に1対3になります。そしてこのマウントコーナーも見てください。周りに衝撃痕というかあの、できてますね、えー。侵食によってできたというふうには考えにくいです。そして、 えー、この衝撃根の距離がですね、19キロ近くあるわけです。では、今度はテオティワカンです。先ほど、まあ、ナスカから線を引いて、このウエストポールっていうのを説明しました。ウエストポールからテオティワカンに線を引きます。そして、この、テオティワカンから正確に60度、この線に対してね、で行きますとギザー行きます。90度で行くとモヘンジュダルに行きます。 そしてその間の角度は合計で90度になるわけですね。そしてテオティワカンの今度は三道を見てみます。上の黄色い線はモヘンジョダロの廃墟のあの塔ね。塔から引いてきた線です。まっすぐとモヘンジョダロ、あテオティワカンの三道を横切ることがわかります。これは非常に重要なポイントですから繰り返してみます。黄色い線がモヘンジョダロから引いてきた線です。寸部の狂いもなく、えー ティオティワカンの参道を行っています。これは死者の大通りと呼ばれています。そしてモヘンジョダロの意味は死の丘という意味ですね。今度はモヘンジョダロから見てみましょう。えー、左にあるのがギザです。そしてプレハビリアですねの。その直線を延長します。ずっと左行きますとナスカイースタートへ行きます。ここにモヘンジョダロがありますが、 左上へ行きますと、テオティワカンへ行きます。この間の角度は60.00と言ってもいいですね。極めて正確に出てきます。今度はギザのエジプトです。えー、モヘンジ片ダ態はここですね。そして、この線をまっすぐ左の方へ行くと、ナスカイースタートへ行きます。そして、このギザからテオティワカンへの角度は45度なんですね。そして、それをまあ、 裏付けるかのように、このピラミッドの頂点と頂点を結んで90度で行きますとこの黄色い線がテューティアへ向かっています。そして後ろへ135度で行きますとモヘンジョダロへと行くわけです。今度はクロスポイントチャイナの説明をいたします。これは日本にも大変関係があります。ここがギザですね。 そして、この、ちょっと見にくいかもしれませんけど、南極から引いてきた線に対して、120.00で線を引きます。あ、下の線がですね、先ほど、あの、イースターとナスカ、それから、あの、ギザを通ってプレハビィア、行く線です。その黄色い線がそうです。120.00で線を引きますと、この黄色い線がですね、えー ミドル線はプレハビ,ビヒアからピョーティオテオ間引いた線です。その間にバックオークツ、隠居があるわけです。この、ここがクロスポイントチャイナで日本に関係があります。そして今度はクロスポイントジャパンについて説明します、えー。ここがカタツジュータです。そして桜島があります。そしてその途中にイーストポールがありますが、えー、このラインがですね、 先ほど言いました、あの、ギザからプレハビアを通ってきた線ですね。で、このプレハビアとティオティワカンをつないでいます。この交点がクロスポイントジャパンということになります。このクロスポイントジャパンは,はですね、えー、まあ、上へ行けば北極、下へ行けばーイーストポールを通って南極へ行くんですけども、この左の黄色い線はプレハビアとティオティワカンをつないだ線です。 ここにクロスポイントジャパンがあります。90度で東に行きますと、青森県、いわゆる土偶のふるさとを通過するわけです。60度で斜め右下行きますと、えー、高野山の今後無事を直撃します。この線はクロスポイントジャパンから 60, 60度で引いてきた線ですね。先ほど言いましたように、高野山、今後無事を通ります。伊勢神宮、それから比叡山、それから高野山と線でつなぎます。 この、えー、細い線がモヘンジョダロから引いてきた線です。ちょうど神戸のあたりで、ややエラーが出ますが、結ば,あの結ばれます。ここにヤタテラがありますね。この形はあ、まああ、まあいいです。ルンビニと、それから今度はヤタテラを結んでいます。あその途中,途中に足しルるンポがあるんですね。 あ大未六伝いわゆる密教のメッカです。そして、シーアン、リュウモン、それがヤタデラとつながっています。ヤタデラの境内は、まっすぐと、これがヤタ,デラのヤタデラですけども、この緑の線がルンビニから引いてきた線です。タシルフンボシ、シーアン、リュウモンを通って、このヤタデラの境内は、まっすぐと、 この境内ですね。まっすぐと、えー、ルンビニを指しているということです。ルンビニ、タシル・フンポ、シーアン、そして、えー、リュウモンを向いているということなんですね。今度はカーバです。このルンビニと、えー、ちょっと西まりにイーサートーを結んでいますと、その新直線下にカーバがあります。イスラム教のメッカです。 エラーは、まあ、カーバー神殿、結構大きいですから、あのー、この赤い線が今,今、ルンビニとイースター島を結んだ線です。中央、中心に見えるのがカーバー神殿なんですね。これ以上は高度を低くしますと赤い線が消えますが、まあ、カーバー神殿全体から見ると、エラーは本当に10メートル、100メートル単位でしかないということです。 このように世界というのは一つなんだということなんですね。私たちは神と呼ぶエイリアによって計画されたということなんです。その証明といいますか、証拠をもう一つ皆さんにお見せいたします。これがギザとギザから120.00で引いてきた線です。そして縦の赤い線が、これが北極とも変調だろうのとをつないだ線です。そして交点ができます。 ここには何かがあるはずだということで私が探しましたらありました。それがこのクロスポイントなんですね。これは、正真正銘、林博士が発見しました。ここに緯度、経度を示しておきますから、皆さんもご自身でご確認ください。 何でもない公園のように見えますね。ここに薄い線が見えるの分かりますかあのー、薄い線が見えますね。この線が正確に下は模片状だろう。あれは逆に線を引いてきてもいいんですよ。マガをバックオークスから引いてきた線。それから北極から引いてきた線。それからギザから引いてきた線。決して90度じゃないんですよ、間は。そしてこの線がですね、ルンビニ。 ブッダの生まれ故郷から引いてきた線です。ここに井動経度をもう一度示しておきますから、皆さん自身で確認してみてください。つまり、偶然性を前提としたレイライン理論とですね、私が説く、えー、林博のライン理論とは全く異質のものであるということです。Thank you very much for watching. Bye.